実はですね、フィンランドのリトレスクというところに来てますね。はい、フィンランドにいる日本人とお父さんがフィンランド人の方のハーフのお子さんが7歳の、七五三のね、7歳の記念ということで、私が、かんずしを作り、はい、旅向けをセットしますね。そして勝美さんがですね、着付けをしますね。なのでそれでイレちゃんはちょっと特別出演ですね。特別出演で参加しますね。はい、はい、ということで今日はこちらで頑張っていきたいと思います。頑張るぞ。あ、カメラマンのチカさんが来た。カメラマンの、ね、チカさんですね。もうフィンランドではすごい何組もあれですよね、撮影ね。このビトレスクでも今話を聞いたら、結婚式とかで、結婚式でもそうです、ね、日本人の奥様とフィンランド人の旦那さん、すごいね、いろいろ経験されてるので、私も今日今回初めてここに来たので、うん、いろいろね、ちかさんにも教えていただきたいと思います。素敵なところです。ぜひ皆さん楽しんでください。はい、じゃあ、はい、今日も頑張ります。周りがですね、もう本当に綺麗な湖があります。主役のミアちゃんですね。こんにちは。今ただじまんを着てますね。今から髪の毛をやっていきます。ロケ隊のお弁当みたいなものを食べてますね。そしてかずみさんと、あ、私はいいよ。あれ、ミアちゃんのママ、ママ行っちゃった。ミアちゃんのママ行っちゃいましたね。ここはちょっとカットということで。
せっかくつけてたのに。あれどこ行ったの？これに入ってるって言ってる。はい、じゃあまず入ってるって。はい、自分入れたの？はい、まずミヤ、ミヤはここに。ダラリの帯ですね。ママがするから。みんなこっち前向いて。ここかな？こっちかな？へみんなここかな？みんな滑って。ひらちゃんもこうやって今日はお友達として来ましたから、ね、ママのお仕事終わりました。ひらちゃんありがとうね、待っててくれて。着物着たいんでしょ。ちょっとだから寂しい顔してるね。でもいいの、ひらちゃんは今度着るんでしょね。ちょっと寂しいね。でもほら素敵なお洋服でしょ今日は。ひらちゃんの方ね、楽しみだなって言ってるよ。ひらちゃんも綺麗な着物着たい？じゃあ着ようね。ちょっとナイーブになってますね。ひらちゃんは、ひらは着物着れなくて、ちょっとナイーブね。いきますよ。はい。いいよ。リーナ。はい。リーナまっすぐね。いいわね。ありがとう。リーナちゃん楽しい？Yeah.